はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みとです。今回の動画ですけど、今回から新シリーズ、まあ別シリーズ過去はてな、今スーパー戦隊で仮面ライダー10スーパー戦隊、街を作るっていう、動画あるの皆さんご存知でしょうか、というか動画があるんですが、その動画の話です。一応ですね、結構前に行ったんですけど、使ってるワールドが新しいバージョンでやってたんですが、これも龍が如くの再現の話にもなるんですけど、ちょっとその撮影がちょっと難しいというか撮影できないっていう現状でして、さっきも言った理由の通り撮影ちょっとできなくなってしまって、新しいバージョンのなんか今使ってる撮影だと合わないんですよ、なんか。それでちょっと撮影がですね、今スーパー戦隊のやつとか含めてちょっとお休みしてる状態なんですね。これはいかんと思って、ネタがモッド編やるよみたいな話をちょっとしたような気がするんですよね、ずいぶん前に。なんで今回モッド編ということで、再スタート的な感じです。まあ基本は前と同じやり方ですけど、ただ前と違う点はモッドが入ってるっていうことと、まあ大体関係したやつ作品を作るよっていう、それは変わんないんですけど、その感じですね。撮影方法がちょっとこの動画で言いますが、ちょっと訳あってですね、仕事だむ、あと多分動画のリンクは貼ると思いますが、仕事版もう YouTube 始めたので、その活動が入るためちょっとだけ、自分が忙しくなってなると思うんで、申し訳ないですけど、動画かなりストックしております。だからこれ後半で言って言ってるものと違うんじゃないかという話にならないようにですね、先言っておきます。まあ今大体わけあっていろいろと仕事増えてきておるため、動画の更新がちょっともしかすると今ダーって作ってるのであれですけど、毎月1本2本ぐらいなのか、感想動画のあれ遅れたじゃないですか、結局。だからそれも考えるとちょっと今のところ更新がちょっと遅れる、今後遅れるかもしれないという真面目な話なんですが、皆さんご容赦ください。なぜそうなったかは、察してください、皆さん。いろいろやってるからね。ということで、まず、スーパー戦隊シリーズのやつと、龍が如くの再現ワールドは、今後、モッド編という形で、更新させていただきます。あとで、龍が如くの方のあれも貼っておきますが、元本編となります。こんだけかな。一応、うちじゃの会社の、公式 YouTube ができたので、それもリンクに貼っていくので、ぜひチャンネル登録していただくと嬉しいです。結構時間かけて撮影してる、撮影したと思う、撮影してるんで、1回目とか。参考になりしてるので、もしかすると顔水大かもしれないですけど、うちの理事長が、あれしてるんですけど、ぜひチャンネル登録皆さんお願いします。じゃないと、編集担当の方が泣きますので、お願いします。ということで、皆さん、うちのベテランの、仕事場のチャンネルだということで、チャンネル登録よろしくお願いします。ということと、動画のお知らせですね、と、シリーズの2つのシリーズをお知らせしました。ということで、皆さん、ちょっと
あれですけど、変え、あの、もしかするとこれ急に変わる可能性あります。ので、皆さん、よろしくお願いします。ということで、一応自分のチャンネル、自分のチャンネルと、その、あっちのチャンネルは、会社のリンクを貼っておくので、ぜひよろしくお願いします。まずチャンネル登録よろしくお願いします。自分のチャンネルもですけど。あちらのチャンネルもっとしていただくと嬉しいです。ということで、以上、お知らせ兼、いろいろの動画でした。また次回の動画で会いましょう。さようなら。